どうも皆さんこんにちは。簡単ウクレレ教室ガズレレのガズでございます。今回もまたこの小さなウクレレを使いましていろいろな曲に挑戦してみましょう。さあ今回は NHK 紅白歌合戦、去年の紅白歌合戦でも披露されてましたパプリカの英語バージョン、なんと英語バージョンでやってみようと思います。英語でやるだけでガラッと雰囲気が変わりますね。コードはですね、以前やった簡単バージョンと全く一緒で、サビで転調コードが変わらない、転調しない、ウクレレ練習用超絶簡単バージョンですので大丈夫だと思うんですけど、英語、これはね、英語の勉強にもなる感じでしょうかね。ぜひ皆さんやってみましょう。いつものように2バージョン。最初のバージョンは初心者様でもなるべく簡単にできるようにしたガズレレ流シンプル簡単バージョン。後半は16ビートのあのかっこいい、こうファンキーな感じでできるようにしたかっこいいバージョン。2バージョン最後までご覧になってください。さあ、ウクレレで音楽始めませんか。ウクレレで音楽、これはね、いいですよ。簡単です。すぐできます。でも奥も深いんでずっと続けられる趣味になるし、いつも頭の中でぐるぐる流れてる曲をですね、音楽、自分で楽器を弾いて歌う。これがもう、ほんと最高なんですよ。ぜひ皆さん始めてください。もうちょっとしたらここにリンク貼ります。このリンク先の初心者レッスンはここというところにジャンプしてもらって、数字の順番号通りにこう、動画を見ながらウクレレ触ってるだけですぐできます。はい、行ってらっしゃい。初心者レッスンはここ行ってらっしゃい。クリック!いってらっしゃい。そこには今までガズが取りためたあらゆるジャンルの曲が1000曲以上アップロードされてます。さっきのリンクの先のところ行くと曲検索できたりとか、ジャンルボックスから選べたりとかするんで、お気に入りの曲をどんどん自分でやっちゃいましょう。 YouTube ですからいつでもどこでも無料でできます。はい、お気軽に音楽やろう。それではパプリカの英語バージョン、まずは初心者さん向けシンプル簡単バージョンの方からやってみます。 シンプル簡単バージョンやってみました。今のは聞いていただいて分かったと思うんですけど、ショートカットバージョンです。ショートカットバージョン、フルでやりたい方、2番の歌詞とかコード進行一緒ですから、書き足してオリジナルの楽譜書いてください。で、動画のテロップと一緒にできた方もどんどんノートに書いてね、自分だけの演奏をやってみてくださいね。その時の参考になるようにガズのノートを見せようと思うんですけど、今日は頑張って書きました。英語ですからね、もう結構早口ですよ。これね、思ったよりね早いです言葉が。
なんで結構これね、覚えるの大変だと思うんですけど、このちょっと見て、この点が書いてあるでしょ。点でね、ガズはタイミングを測ってるんですよ。こういうのがもうもし参考になれば、これ写してもらいたいんですけど、今日みたいなパターンの場合は、テロップを書き写してもらった方が早いかな、どうだろうな。はい、ちょっとひとまず写しておきますんで、一時停止で書き写していってください。はい、今のはシンプル簡単バージョンですからね。このコード進行は以前やったパプリカ風鈴バージョンと全く一緒ですから。はい。で、こんな感じで進んでいきます。一時停止でね。はい。で、ここが、ブリッジパート。ここがサビだね。ここがサビですね。はい。ここブリッジパート。ここ2回繰り返すって書いてあって。で、今のガズレレアレンジはここからずーっとやってきて、ブリッジパートが終わったら、サビにもう一回戻って、最後このエンディング、この1行。これを、ゆっくりやって終わったということになっております。はい、じゃあコードの解説しましょう。今日出てきたコード、出てくるコード、これです。 C と Am と A7、うん、F D7 G7 E7 E-7。 これはですね、いっぱいあるなと思うかもしれないので、これはもう結構典型的なドン、ガズレレ必須コードのグループのコードでございます。このガズレレ必須コードってのは一体何ですかっていうことなんですけど、こうやって音楽やる上でこうコードっていうのを覚えなきゃいけないんですね。この音の塊、これね、実は星の数ほどあるんですよ。それ全部覚えようと思っても大変。でも皆さん、ウクレレで音楽始めようと思った皆さんは、ウクレレにとってめちゃくちゃ役に立つコードのグループがあって、それをガズレレ必須コードと言っておって、10個ぐらいのコードです。これ10個覚えちゃうと、もうほぼいろんな曲も簡単にできるんで、ぜひ最優先と覚えてください。でも10個もあるのかと思うでしょ。1個ずつ見たら押さえるの簡単ですよ。でも10個一遍に覚えようと思うと、ちょっとコツがいります。そういうわけで、ガズが以前分かりやすい解説動画撮っております。ここにリンク貼っておきます。ガズレレ必須コードはこの動画で楽しくマスターしてください。さて、それではここからかっこいいバージョン、後半のかっこいいバージョンの解説に入っていきます。かっこいいバージョンはコード進行全く一緒で、リズムが変わります。こんな感じ、ドン、16ビートのチャです。こんな感じ、こんな感じ、ドンドコタカタカドンドコタカタカドンドコタカタタスカタ、これ16ビートのチャというリズムなんですけど、あとですね、イントロとか途中の間奏部分でカッティングっていうのが出てきます。カッティングっていうのは左手でこう弦を触れといて、こうやって弾くんですけど、これチャカチャカ言わせるんですよね。これイントロはこんな感じです。タッタッタタスタトタッタッタッタトスタトタッ、打楽器としてこれを捉える。こんなのもちょっと織り交ぜながら、だから16ビートのちょっとカッティングでやってみようと思います。これはですね、ここにリンク貼っておきましょう。これ、このリンク先はウクレレでできるリズムのいろいろというガズレレホームページの1枚で、その中から16ビートのチャというリズムをマスターしていただきたいんですけど、この16ビートのチャっていうのはなかなか難しいリズムでございましてですね、基本は8ビートというリズムです。8ビートというリズムができるようになって、8ビートのチャというリズムができるようになって、どんどんステップアップするというリズムなんですけど、まずはね、初心者の方は8ビートの練習をしてからだんだん積み重ねていってください。あとですね、このブリッジのところ、ここの2回目のところで、最後、タッタッタタッタって言ってブレイクみたいな止めますね。タッタッタ、これテロップにも書いておきますね。サビに入る前やってみましょう。こんなのもちょっと織り混ぜながらだからやってみようと思います。これはね、結構シンプルなんで淡々といきますよ。よし、まず心を込めて、つまり英語でね、もういっぱいいっぱいだと思うんですけど、やってみます。パプリカ英語バージョン、風鈴チーム E、 ガズレレ流かっこいいバージョン、やってみる。ワン、ツー、スリー、フォー。Sweet name, and I will.
かっこいいバージョンやってみました。16ビートのちょっとこうシャッフルで跳ねた感じのファンキーな感じでやるとまたちょっとだいぶ雰囲気が変わります。ただしやっぱ何回も言うようですけど、この英語のノリがまたね、あの面白いんですけど難しいと思うんですけどね、これ英語の勉強にはすごくいいと思います。英語の歌ってこういう風になってんだなっていうのを気づくには、ね、こういう曲で練習するのがいいと思います。どんどん楽しく音楽やりましょう。では最新情報のご案内いきます。さあ2020年どんどんイベントが決まり始めてます。今とりあえず公開できるのは2月16日埼玉県川口、3月15日茨城県水戸でガズレレイベント開催します。2つとも島村楽器さんにお問い合わせいただきたいんですけども、これはね相当ガズレレのイベント面白いってことになってますんで、人生音楽人生変わっちゃいます。はい、お一人様も大歓迎、お仲間同士ももちろん大歓迎、もう来ればわかるどういうことなのか、ぜひ皆さん、お誘い合わせの上ご覧になってください。ご覧になってください、じゃあ来てください。はい、であとこのちっちゃいガズの、わがままくれ、これもですね、今、もうちょっと変えると思うんですよね。この辺のこともね、全部ホームページに載ってますが、ガズレレホームページ、ガズレレ .com チェックしてください。ここにリンクも貼っておきますからね、すべてのことはこのガズレレホームページでご覧になっておいてくださいませ。あと、立東ミュージック社からベストセラーの本出しています。はい。これともう一冊って2冊出てますけども、累計4万部に迫る大ヒット商品になっております。皆さん、ぜひご活用ください。楽しく音楽しよう。2020年もどんどん行きます。よろしくお願いします。それでは皆さん、さよなら。